今日はありがとうございました。ありがとうございました。たくさんのレスポール引かせていただいて、やっぱり正直、重量がですね、音色にこう音色の変化に関係する、まあ、重要なファクターの一つなのかなっていうのは感じたんですけれども、そこはいかがですか？やっぱりそうですね。特にレスポールっていうギターはすごくボディが良くなるギターなんで、だから、ね、重量が重い軽い、まあそれだけじゃなく、まあ例えば木が硬いとか、まあ重心がこっちに寄ってるあっちに寄ってるとか、木が鳴るってことはやっぱりそれだけ、木が軽いってことはそれだけ鳴るんですよね。でまあ重いのは重いのとして鳴るんですよね。だからそれが全て音に出てくる。で出てきた時にどういう感じになるのかな、それが好きかなとか嫌いかなっていうようなことになってくるんじゃないですかね。まあ好きや嫌い、あとはその音色に関わるいろんなファクターがあると思うんですけれども、はい、実際に購入するときはどういうところに気をつければいいのか。で特に、まあ、高額な商品ですけれども、最近は思い切ってネットで買う、通販で買うっていう人も、ぼちぼち出始めてるっていうふうに聞いてますので、はい、そういった購入の仕方をするときの注意点ですとか気をつけるところがあれば教えていただきたいんですけれども。はい、最近ではですね、まあデジマートとかネット上に表記するときに、まあ、写真の枚数いろいろね、木目とかも見えるように、でなおかつ文章とかでも重量を測って、なるべくこちらでそういう情報を提供しながら、その画面を見た人たちに想像していただけるようにとは心がけてはいるんですけど、ただ一本一本本当にそれぞれ個性のあるギターなんで、でよく個体差っていうふうに言われるんですけど、そのものすごくこう出来不出来っていうことよりは、むしろ一本一本にこう性格があるっていうか、音のそれぞれのキャラクターがあってっていうことなんで、出来云々っていうのはある程度信頼してもらってもいいんじゃないかなって思いますよね。でただその中でもうちょいこういう感じの音が欲しいんだとか、もうちょいこうハードなロックで使いたい、もうちょいジャズで使いたいんでこんな甘い音が欲しいとか、なんかそういうイメージがあれば、ネットで見て、その後お店の方に直接相談してもらうとか、メールでもいいし電話でもいいし、こちらに聞いていただければ、本気度の高いお客さんにはこちらも本気で真っ向から答えていきたいなとは思いますね。はい、ありがとうございました。今日は本当にたくさんのレスポールを弾かせていただいて、本当にいいな、欲しいなと思ってしまいました。ありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあこちらの方へ。ありがとうございます。